バババババーン、チンポの先からベトベト、どうも、ベートーベンです。本作、バルセロナ指揮官で注目だ、相手、ボール、触れないです。はい、というわけで、ね、バルセロナの元監督、そして現監督、4人ですね、注文を渡したら、そこに城が立つのではないかという企画ですね。一人ちょっとね、怪しいやつもいますけどね、これは画質悪いので、セーフ。まあ、サッカーにおける監督っていうのはね、これも AV と同じくらい重要ですから、そんな選ばれし者たちだけで構築された中盤が弱いわけあるか、いや、ない、というわけですよ。ポイントとしては、やはりこの同じクラブの指揮官というところ、別のチームのね、指揮官とか入れちゃうと、対立が起こって、中盤が四国みたいになっちゃいますから、まあ、それを避けるためにこういう風になってます。まあ、ちょっと一見ね、なんかちょっとクレ大歓喜みたいな企画になってる感じなんですけども、実はそれを指揮しているのがアンチェロッティという、ちょうどいい感じに誰も嬉しくない企画になってます。だから仮に試合がうまいこといかんかったら、途中で監督対選手というクラシックしたら、ぐちゃぐちゃになって弱い説に企画を変更していきたいと思います。ゆえに俺はどっちに転んでも問題なしってことだ。思い切って爆死していく。しかも、ただのバルセロナの監督4人じゃねえからな。もうバルセロナの中でも超有能監督4人組だからな。エリスグリーンの中でエリスグリーン、もうリボクみたいなやつが4人なわけよ。超絶流動的な攻撃を皆さんに見せることができると私は確信しています。まあでも今回の動画において問題点があるとしたら、もうアプリ久々です。ちょっと、最近Wii スポーツやら、モルカーやら、家庭用版やら、めちゃくちゃ浮気しとったから、もう全然やってなかったっていうね。で、久々でやったら4222のわけわからん戦術でやるわけやから、勝てるかどうかわからん。頼むぞバルセロナ好き形、オラリプレスキルを分けてくれ、全体的に好調だから許しましょう。4231。怖い。でも相手見たかな、明らかに強そうなやつだからバーってなんか首を揃えてるみたいな状態。あんなのもうただの三国武将やから、これから乱世はあっちは。こっちはもう太平も太平。もう変態ですよ、もう。プレイステーション4版やったらこういうとこ立っとったらボール取りだすんやけど、そんなに甘くないよね、アプリマンってね。やばい、ここで一気に縦に来る感じだと思うんやけど、あらら、想像以上に守備軽くね。一応ライカルトのグアリドラっていう、そこそこ守備できるプレイメーカー2人おらせないけど。で、下げて、マルディニが前に出てきてから中にパス出して、メッシから落とし、ネイマル、ここだ使え、あのシャビオ素晴らしい、いい戦術だ、わくそー、もうお互いリンクし合ってるみたいだな。グアリドラからパスね、シャービー、あ、いいパス出てますな、さすがバルセロナ第一の方々。で、フェレールから一回中蹴り込んでグアリドラ、頼ます、ここ入ります、ネイマル。逃げた、めっちゃ一体したけど、通れば何でもいい、ネイマル決めた、おめえ上がっていって、で、ここで、グアリドラの周りに、シャイがくれろ、で、パスのせやろ、で、シャービーから何て言えろ、で、くれやろ、で、ネイマルが上がっていくと、見せかけてこれライカールド組むの。ほーら、指揮官4人がこう、協力して、あれやろ、バルディに、謎が言っちゃった。お前、待て、なんでや、お前出てこい、お前、同じ目だからバレると思ってからバレとるぞ。グアリドラから、これどうする、めしゃ、いいぞ、落として、はい、そのとメシが走って出てきてシュート、やっぱ決めるため、もう成功してるで全然成功しないというところは完全に同点なんですね。クライフ、なぜ逃げたんだい、シーンもしっかり体張っていかないと、もう心まで体まで指揮官になっちゃってるよ、それやばいよ。ライカルド用途だ。こっから縦パス蹴ってクライフ落として、ここ、4人の男が動いて動いて、最後出てくるクライフだ、開いたぞ、いけ、決めろ、決めろ、マジ、よっしゃー。まず予想よりもね、メッシのネイマルが躍動しちゃってるっていうところあるんですけど、まあまあ十分でしょう。で、ここでちょっと左ウィングのところに、イーフットボール絶好調のこの男、ロナウジーニョ・ガウジョぶち込んじゃっていいですか。いいね。メッシ、ロナウジーニョというね、バルセロナと今のプレイヤーが2人来てから、そして監督が4人。この状態負けるわけないね。負ける方想像するか難しい。メッシから中ボルケてクライフ、ワンパシャビ、クライフシャビからパスマジ、めっちゃ痛くそう。マジ、中悪すぎ。トリス、ナイス、高さでしたら、まあ、どんなルマに勝るもおらずと。まあ、前にボール流しまして、クライフからスルーパス、シャビが上がってくるな。これ、シャビが先導を切ってから、メッシにボール渡す、ダブルタッチ、状態整いました。クライフが上がってくるよ、ここでシャビからここまで、もうすべては予定通り、クライフとシャビの、この強みが止まらないぜ、くっさ、止まった。マルディーニ拾う、マルディーニ打ってもいいから、最悪。あ、でも、難しいから、一回パス出して、クライフ、これ、中盤のね、この指揮官4人でパスガンガン回すから、ライガルと戻るな、クライフ。これ、全員触ってシャビが出てきて、シュート、描いてる映画違うぜ、クライフ、落ち着け、打ってもダメだ、フェレール、なることない、うわー、いいですね。そのパスがね、みんなやっぱり上手やから、そしてその動き出しのところというか、まあ、ここに人いてほしいなというのが人がいてくれる。おい、邪魔すんなよ、4人でもちまちまやっとんやからよ。ライカルと足長いけど、足長いアピールやったらやめとけ。ビエラにはフォアナ、やばい、これは決まってる。グーにはチョキ、やばい、あんま現地それ、やばい、あー、やられた。いやー、ちょっとさすがにこれこのままやられるわけにはいかないんで、もう一人レジェンド呼んじゃっていいですか。出てこい、バルセロナの未来のエース、エリング・ホランドー。もう勝ちたくて必死とか言うのは違えだろ、もしかしたらバルセロナ来るかもしんねえだろ。ロナウジのボール渡して、これチャンスドリブルするわけで、そう、プレイヤーの人間たちが個人技打開し、その後は指揮官4人でゲームを作る。シャビがここでボールキープ、谷原もにボール渡さない、渡しちゃダメでしょ。ちょっと待って、まずいこれ、パス出されちゃう。でもこのまま流されたら終わり。あー、ラッキー、グアルディオラ、ナイス。やっぱその穴ってのが見えてるんですね。お前自我穴なっちゃってる、やばいって、それ自分が穴だったら穴ってこと分かんないで、ちょ、やられて、危ない、頑張れ、ロナウジに戻ってこい、おい、マルディニ、ナイス、よかった、パス渡して、うわ、未来のエースがあっちでもいるやん。ガウショ、縦パス、シャビがいい位置立ってんじゃない、これ、クライフから、こう、
そうすば、どこぼれ、あ、クライフ戻ってきた、どうやって、クライフターンだ、これ本当の、ラウジーニョから、中蹴って、吐いた、ほらだ、行けバルテラの、お前バルテラ降りろ。大会とどんどんなんかそのゲームメイクに参加してほしいところでありますけどね、シャービーがこれダブルタッチできないけど、軸足当てれます、クライフからサイド流して、そう、で、ラウジーニョ、上がってきたこの男、使いましょう、マルディーニ、ここでキックフェイント落として、もう一回ロナウジーニョ、あー、いいね、クライフ、上がってきた、で、キープ、しゃべい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 、あー、ちょ、前線監督打たれくん、もうちょっと頑張らな、体力なくなってきちゃってるって、ベンチが恋しくなっちゃってる、こいつら、まるで用途と、えらいぞ、一番バルトの感じ、こいつから、ほらだ、ぶっ飛べ、これがバルトの見合い、でも、負けててくさうわってことで負けちゃったんですけど、納得いかねえ。いや、めちゃめちゃ強かったって俺たち、中盤4人がうまいこと攻撃かかってからパス回した時、誰がそのボールに振り上げた、振り上げてなかったよな、間違えたボタン、クライフシャビウィンガーのね、あのなんか前線4人になんかその頼り気な感じがあってから、もうそうじゃなくて、あの真ん中のボックスがそのままこうグーって上がってくるみたいなイメージとしては、逆テトリスみたいな感じでこうバーっていくみたいな、それでうまいことやっていきたいんですよね。まあ、あとはいいフットボール真面目にやった後にウィニングレバーアプリやると、なんか感覚バグる、なんか危機管理能力が甘くなっちゃう、どうせシュート入らないのとか思ったらホーランド普通に決めてくるから、まマジ怖い。でも大丈夫、久々のウィニングレベルでだいぶ感覚が戻ってきたからな、いけるぜおい。まあでも監督メンバー全員好調なので全くもって問題ないでしょう。相手はスリタップ、この俺たちの大流動攻撃を食らえ、クライフがボールを持ってシャビーが降りてくる、そしてライカールトにパスを出し、ワンタッチパスで上げていくクライフ、そしてでサイド使ってネイマールが戻して、クライフもかつかえ、バカ野郎、いやこれぞまたにトータルフットボールみたいな感じやったのに、トータル90できとったのに、悔しい、メレシャ戻れ、一回センターバック頑張って守備やってくれ、で切り返してくる、しないんかい、危ない、いやでもクライフを総大将に立てたあの攻めめちゃくちゃ良かったぞ。次はシャビを中心にやってみるか。クライフボール持って前向いて、シャビも上がってきてる。うわ、スピードねえか、ちょっと厳しかったか。そういうね、フィジカル頼りのサッカーは監督が4人いるチームらしくないので、しっかりパスを回して敵を完璧に崩していきたい。ライカート守備で見せてこい。偉いぞ、奥手の思いもできることがあります。ありません、あなたには。まずその奥手の性格を直してください。クライフもね、チームが回ってやぶな。ライカート流してて、シャビが前向いて、パスコースないけど、これグアルディオラ。でも分かり合ったよな、どこになんかいてほしいかっていうのが、この3人には、クライフ、落として、で、グアルディオラ、で、スルーパスで、このマス見て完璧、この三角形、うわ美しいのに、メッシがヘッド厳しい、とでナイス、メッシここは頑張ってプレイヤーの男たちが気合い入れまして、クライフ落としてライカル立てます、でネイマールがキープしてサイド張ったところ、マルディーニからスルーパス、そういうこと、監督は監督や人間を動かさなければならないんですね。でボール持ってるのが外れた、こいつら司令塔を潰すことによって俺たちの攻撃を無力化しようと、あばかった司令塔は4つあってるからな、その4つを同時に破壊したいと、俺たちの攻撃が止まらないタイプの敵だぜ、メッシここでクライファーだ、いけー、このベスト待て、クライトだけ、うわ、時代の時を超えて、ちくしょう、長短のあるような、なんかパスで面白い感じ攻めれとるから、これはいいんじゃないか、マルディーニ、ワン立ちます、そうだ、ペレールかスルーパス、これやったら誰か取ります、クライト来た、なんじゃそれ、まあ、ちょろちょろうまいこと言ってない時間とかあったりするけど、1試合目よりかはるかにいいぞ。もう点取ること一番に考えていこうか。もうクライフ喋らないが抜け出したら容赦なくパスを出す。サッカー何のためにやってるかって言ったら、点取るためにやってるから。これ落として、ライカールとスルーパスクライフ。で、ここから、いいぞ、シャビが上がってきた。で、シャビの前にはメッシがおるけど、これ使いません。あえてグアルディオラを経由した後にシャビからメッシ、おーちょ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 。おしめん。あ、ベレル用物ってきてくれた。ありがとうね。グアルディオラ縦パスクライフ。あ、メッシか。で、ネイマル系のここにクライフ上がってくる。素晴らしい、冷たいクライフのために。今のボール奪ってから所定の位置でみんながねパスを回すだけでもバケツリーみたいな感じで簡単に手が入っちゃいました。シネカス、まあ、前回ロナージーニョでぶち込ませてもらいましたけど、今回行くか未来、クライフで落とすか、ライカルト使うか、ライカルト使って縦パス行くと見せかけてもう一回グアルディオラ使うわけだ。ここで中盤4枚がちまちまボールを回していると見せかけて気づいたら、ライカルトがオフェンスに見とれた位置に上がってきてるではありませんか。これは素晴らしいでしょ。そしてライカルトがケツでボールの方向を変えてグアルディオラが突っ込んで、ボールはなんじゃくそ、出た、もうね、やばいぞこれ、やばいやばいって、なんとかない、なんとかない、絶対なんとかって、ほらお前らの範囲わかるか、一人でサッカーしておるとか、それが良くない、ナイス、どんどんすげえ綺麗な、蝶々になっちゃった。ペドリがボール持ってクライフ使って縦パス、メッシが前向いて、あとは指揮官のみんなが上がってくるから、そいつを使うクライフ、そしてこれ誰だ、シャビが上がって、いいね、まあ、前線も張れるタイプの相談者ってことで、これもお頼みくださいね。シャビボール持って落としてペドリから、こっち違う、エリアシでこれいっちゃいか、ライカールト奪ったよな、やっぱケツもふくら監督の仕事やから、クライフまずいそれ、もうクリアでそれやったら、ペース、ケタケタ、それシャーッとビューティーしか勝たん、先ほどの試合ですね、私は可能性を感じました。あの、うまいこといかんかったけどさ、途中でライカールとかどん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 上がっていったやつあるやん。あれめっちゃよくね。ああいうことをしたいわけよ。でもやっぱりちょっと
とまだあれかな、なんとなくその一人一人が描いてるのが若干違いがあるから、そのバルセロナのエンブレムみたいになっちゃってるから、そこをうまくこすり合って、まあ、シコシコしてからね、射精していきましょうという話ですよ。1542ね、気持ちいいですね。あーっと、調子が悪いですよ。ゴールキーパーどんなメンバーか守備の核などで、これが不調なのは厳しいですけども、チームはそこ見てください。真っ青一直線。この2つのレーザービームはかなりでかいですよ。そして相手は4213、ヘイヘイ。まず中盤そこの2人の指揮官がこう前線で上がってきた時の、なんかその指揮官4人がこう横に並ぶ感じ。あの時すごいね、ファンタスティックフォーミーを感じるからね、そういうオーバーラップ非常に期待しておりますよということを伝えさせていただきました。流していきますね。フェレールから縦パスでメッシが、お、なんじゃそのパス、おい、バルセロナが吹いてからワンタッチパスのスキル持っといてから、そのパスはないぞかしら、しゃべっとれ、ナイスシャーシャー。ほらほら、ディフェンス陣にもガンガン出しゃべっていくぜ、今日はよ、全体で勝ちに行くって決めてんだよ。ライカルド行っちゃいけねえ、縦パスのコースを切るんだ。いただいた、これはいただいたぞ。サイド流してくるんじゃねえのか、同じライカルドでもな、背負ってるものが違ってくれたよ。ほらバルセロナなんで取れないらしいちゃった、危ないよな、あいつ、いいね、鏡のようなケツ。で、ここからシャビ見てからサイド流して、メッシがボールキープします。で、サイドバック落としちゃおうかな、落としちゃおうかなと見せかけて、もう一回グアルディオラ、ライカルドか、ライカルド縦パス、クライフ、落としてシャビ。で、これでシャビがボール持つ。するとどうでしょう、ここからパスが出て、クライフにボールだ、渡るわけ、これ、しっかりとしてこの、連携力、うわぁ、ライカルド突っ込め、チクション。エレール、叩くる、絶対。いや、そっちかー、でもそっちはマルディーニがおるんじゃな。マルディーニてめぇ、お前、ミヤーコにくぼめてのくせに、お前、肩がしやがったら、チクション、ロイジーニありがとう。お互いのスパイが一人ずつ願いたから、結果的にトストだったら、奇跡的な状況ありがて。そうそうそう、グアディオラ、立てますね。いい、これ、シャビを使いたいな。いっちゃうか、いやいや、やっちゃって、やっちゃって、何や、メッシが冒険しちゃったら、おお、ナイスナイス、冒険完了。で、ここをエントリー抜け出して、クライフがシャビ。で、最後はして、ね、ネイマール行き過ぎだろ、お前、さすがに。やっぱり中盤でボール回して、なんかその物語が終わっちゃってる節があるから、ちょっとゴールまでしっかり見せた上でね、パスを回していきたい。そのパスは通ったとしても先が、うせぇ !2 列目から飛び出した速いやつが抜け出し、シュート、美しくない。本当に美しさかでは、このボール回し見ろ。グアディオラ、ワンタッチパスだ、いけ、パスを回せ、うれぇ、なんじゃくそ、バトルズ、いけいけ、取れ、返せ返せ、まずここで何とかしてね、後ろから、かかしまけ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 、誰やべえ、美しさだけ取られてしまった、大丈夫、俺失ってしまう、そう、俺たちが取ったら勝利だ。いいね、クライフ、パス、ネイマール、取れるか、ナイス、ネイマール、いい直回だ、クライフからすれば出しません、走れ、ネイマール、やっぱりこっちにしかかった、パス出して、いけた、ファールいただき、なんでしょ、おい、バトルズ、守備で、しっかりしっかりね、指令渡してからな、ボールを返したい、ナイス、ライカルト拾って、スルーバス、グアルドラ、いい位置だ、そしてスルーバス、こちらですね、もうネイマールが走って行っちゃってるから、時にはコーチも耐えれ、このエアー仕業神がかっているクライフからすればね、シャビが上がってきた、いいぞシャビ、クソパス、ガルディラ、頼みます、いけるな、ベッカも縦切れてません、相手の動きを見てからパスを選択する、それだけでメッシ上がってこう、やっぱりメッシがいると俺たちはどうしようねえだ、サイド、フェレール中蹴って、でシャビからこっち出せろお前ら、シャビ頑張れ、自分の力を信じろ、バカ野郎、お前一生ベッチで勝つんだ、ライカールド拾った、これがしか4人いる強みですよ、狙われてこい、そして締めるわ、この男だ、クライフ、ぶちかけ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 、平行平行、グアルディオラ一人抜け、いや、きちきち、お前ちゃん待って、グアルディオラ全然敵抜け、グアルディオラ、持ってこい、取れ取れってこれ、取れるぞ、グアルディオラ頑張れ、バラつけて、うわ、うせえ、マジで死ねえ、バーダルになりますよ、あー、気持ちいい、置いてきた、カッション、攻めるこっちは綺麗さ、カッション取るというお店つけりゃ、クライフ、流れろ、バラします、押し、クソガキ、戦いせ、俺ら、おい、絶対負けやりで守れましたよ、マリリリ、取れ、わー、ライカーズ、最後、ライカー全然ボール取れや、取り返す、取り返す、取り返す、早くボール取り返す、コーチに立て、ボールを蹴る、それだけで、よしよしよし、それ蹴る、ライカーズを蹴る、うわー、バルセロナ最高。